今年は雪がありません。1年前のこの日、東京には大雪警報が出ていました。インターハイ、全日本ユースの2冠を取って48連勝で3冠取りまであと1勝と迫った無敵の東福岡が、戦後の高校サッカーをリードしてきた王者帝京を迎え撃つ、まさに天下分け目の一戦を交えたあの日から1年が過ぎ去りました。4190校の頂点、高校サッカー日本一を決める全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦です。放送席は解説に日本サッカー協会技術委員会副委員長の田島幸三さん、そしてゲストには5年前清水商業のゴールキーパーとして選手権を勝ち取りました、今は横浜マリノスのキーパー、そして日本代表キーパーの川口義和さんです。田島さん、はい、1年前のあの雪の決勝戦が嘘のように今日はいい天気で、本当にそうですね、もうサッカーに今日は本当にベストなコンディションだと思いますね、はい、川口さん、はい、5年前を思い出してください。どんなお気持ちで今ここに座ってらっしゃいますか？そうですね、僕らの時は優勝できたんですけどね、はい、まあ、帝京も東福岡もとにかく高校生活で最後の試合なんで、ね、楽しんでほしいなと思います。楽しんでね、はい、あ、田島さんは浦和南高校のキャプテンとして大阪の開催の最後の優勝を飾っております。そしてこれが24年前になります。一方川口さんの方は5年前の清水商業の優勝キーパー、そしてキャプテンでした。2年連続同一カードの決勝戦というのは12年前静岡の東海第一高校と長崎の国見高校が対戦して、アデミール・サントスが率いた東海第一高校が初優勝、そして翌年は逆に国見が初優勝を決め雪辱を果たしました。今年は帝京が勝って借りを返したい、そして戦後最多の7回目の優勝を決めるのか、あるいは14年前に帝京が記録した連続優勝なるかどうか、注目の前半40分、まもなくキックオフを迎えます。左にエンドを取りました赤いユニフォームが東福岡高校、右にエンドを取った黄色いユニフォーム、その帝京のキックオフでまもなく国立競技場、主審の片山さんの笛が鳴ろうとしております。1年前は一面銀世界でした。しかしあれから1年、ピッチの状態は最高です。今年は4190校が参加したこの全国高等学校、今前半の40分キックオフされました。帝京のキックオフです。全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦の今笛が鳴りました。帝京が東福岡陣内に攻め込んでいこうというところです。今こちら側のタッチラインにボールが出ました。帝京のスローインです。試合が始まりました。これがキャプテンの金子です。4番をつけています金子。東福岡連覇に王手がかかっているこの東福岡、全日本ユースの代表にも選ばれております。気温 5.2 度、湿度が 30%、 風速が 2.5 メートル、絶好のコンディションと言っていいでしょう。田島さん、この状況でしたらもう文句のつけようがありませんね。本当そうですね。晴れ晴れとした表情の9番の矢野、決勝に出られるそれだけでも嬉しい、こう話します。帝京のイレブン。さあ10番の高橋が前線にフィードしました。これを3番の山崎が今キーパーの富永、ボールが渡ります。さあそれでは早速去年のチャンピオン東福岡高校のスターティングイレブンをご紹介しましょう。1番が富永、ゴールキーパー192センチ、この大会一番身長の高い選手です。そしてディフェンダーが左に山崎、4番金子、これがキャプテンです。そして5番の千代丹田、4番5番は両方180センチ以上の身長を誇ります。そして15番の前田隆は右のサイドバック、そしてミッドフィールダーが5人おります。田坂、そして7番の江ノ下、田坂はボランチです。7番の江ノ下は右サイド、そして10番宮原2列目、11番山形、そして13番の大場は左から強烈な俊足を持っております。そしてフォワードは9番の寺戸、これが東福岡。そしてサブのメンバーもご覧いただきましょう。25人がこの大会に登録されました。そして20人をこの試合に登録できます。サブのメンバーはしたがって9人ということになるわけです。この試合は主審が片山さん、そして副審が永田さんと奥谷さん、予備審判が原田さんでこのゲームを行われております。決勝戦、さあ東福岡が攻め込んでいく。11番の山形ですがボールはキープできません。この辺よく帝京は集中しています。さあドリブルで上がっていくか田中達也、
ここはカットされました。東福岡チャンスだ。さあヘディングシュート、どうか。オープニングシュートは外れました。東福岡高校9番の寺戸、ワントップの寺戸が今ヘディングで合わせましたがゴールマウスには行きませんでした。しかしいい攻めを見せました、宮原、はい、いい動きをしてフリーになりましたよね、さて東福岡高校のここまで決勝戦までの道のりですが、2回戦から登場しました金沢桜ヶ丘、石川県の代表を1対0と下しました。そして3回戦は岩手の東能3対0、そして北海道の室蘭大谷には準々決勝苦しみました。しかしやはりセットプレーで1点を取って1対0、そして昨日の準決勝は滝川第2戦3対2、3点を前半取ってこれは楽勝かと思いきや、滝川第2、あの川口義勝さんの母校清水商業を破ってここまで出てきた滝川第二が、小島さん、すごい試合しましたね。いや本当にね、最後までね、本当にもう楽しませてくれましたよね、はい、その滝川第二高校を率いる黒田監督はですね、まあ、今年はやはり勝つことによっていろんなことを生徒が学んでくれた、そして1試合ずつそのチームが大きくなっていくのが分かった年だというふうに話していらっしゃいました。ここで東福岡チェック、この辺の中盤のチェックが非常に早い。さあそれでは帝京高校のスターティングイレブンをご紹介しましょう。帝京はゴールキーパーが日野、そしてディフェンダーは3人です。180センチを超える4番の田中和久、そして3番の山崎、13番の村上、この3人ががっちりと帝京のディフェンスをいたします。そしてミッドフィールダーは5番の藤倉が、キャプテン、そしてボランチです。6番の中原が左、7番の豊島が右、そして2番の松本、この人もボランチです。さあ11番の山田、切り込んでいった、山田シュート打てるか、左足一旦戻す、それからクロスボールを上げてヘディングで競る、競ったがこれはまたペナルティーエリアの外に押し出されます。帝京がしつこいディフェンス、さあもう1回クロスを入れます。帝京高校はここはしのぎました。しかしまだ中盤でボールをつなぎます。東福岡らしいいい展開だ。さあ帝京ボールカット、10番の高橋がカットした、右サイドに触れるかどうか、センターサークルの中で反則が起きました。東福岡の反則です。これが帝京の10番の高橋豊、メンバー紹介途中になってしまいました。ミッドフィールダーの5番の藤倉、6番中原、7番の豊島、2番の松本がボランチ、そして14番の田中はトップ下です。フォワードが2人、9番の今画面捉えた矢野、そして10番の高橋です。サブのメンバーもご覧いただきましょう。このようになっております。キーパーをなんと2人入れております。普通キーパーはサブには1人しか入れませんが、ピント・エリクソンと中村、この2人のゴールキーパーを入れているというのは、ゴールキーパーがやはり若干の不安があると、去年のインターハイでもやはりミスがありました。さあそれではその帝京の勝ち上がりをご覧いただきましょうか。帝京も2回戦からでした。滋賀県の草津東を1対0と破りました。それから3回戦は三重県の四日市中央工業、かつてはこの国立で優勝を争いました両雄が対戦しました。3回戦2対0と四日市が、敗れました。そして準々決勝は京都の洛北高校と対戦して3対1。準決勝昨日は驚きました。前橋育英高校、初めてこの準決勝に駒を進めて国立での初の試合でしたが、まあなんとも伸び伸びと試合をやりました。3対2、帝京が辛くもロスタイムで決勝ゴールを奪いました。豊島のゴールでこの決勝に駒を進めてまいりました。前半の6分を経過して0対0、両チーム得点ありません。鹿島さん、昨日は準決勝2試合がこの国立で行われましたが、はい、内容的にも試合を見ている方も非常に満足させるいい試合でしたね。まさにその通りですね。前橋育英もとても初めてこの国立で来たと思えないように落ち着いてしっかりとつないできましたし、はい、非常にレベルの高い試合が2試合とも行われましたね。帝京が攻め込んでいきます。昨日の準決勝に決勝ゴールを挙げた豊島、7番の豊島、右サイドから鋭い上がりを見せます。しかし東福岡のディフェンスは落ち着いています。のレベルが上がってきているなって感じしますね。さすが試合ごとにですね、試合ごとにレベルを上げているとおっしゃる鹿島さんです。これが1年生の14番田中達也、もっと3番の山崎がここまで上がってきた。オーバーラップだ、スルーパスを出した、矢野が走り込んでいく、左足ダメだ、シュート打てない。昨日の名勝負を演じました東福岡と滝川第2、その滝川2校の選手たちも応援です。さあ山形シュートどうか、ゴールポストの左を抜けていきました。今のようにディフェンスのこの、はい、股の間を抜けてくるボールって非常にキーパーとしてはね、川口さんどうですか、取りにくいんですよね。そうですね、間抜けてくるのはすごく反応しにくいですし、あとゴール前で密集してると、本当に対応しづらいですよね。まあいいスルーパスだったんですよ。この密
宮原のパスが素晴らしかったということです。いい流れだと思うんですけど、まあ、決定的な数は五分五分だと思うんですよね。そうですか、ゴール前に来た、シュートレンジに入ってきた、出だしてさあ矢野シュート、素晴らしい、よくついてね、決めましたね。いや見事でした。この鉄壁と言われるディフェンス陣をかいくぐって個人技を生かした見事なプレーでした。今のシーンご覧いただきましょう。10番の高橋から4番のキャプテンの金子がついているんですが、見事に矢野が左足で決めました。フラットで4人並んでディフェンスしてるんですけども、はいはい、そこをいい形でね、金子君がこう上がってですね、はい、ギャップができたんですよね。その間にちょうど通りましたね。そうですね、矢野君もよく反応しましたよね、はい、あのボール持ってない選手の動きだったんですけども、チャンスですね。さあシュート、帝京高校この1年でその辺がすごく改善されているという印象を持ちましたね。今日の位置もそして体の向きも良かったんですよね。視野も良かった、ということです。ですから田島さん、さあまたチャンスだ、豊島だ、シュートだ、これは浮いてしまいました。矢野の右足のシュートは浮いてしまいました。先制ゴールを挙げて矢野がボールを置き、一旦14番の田中達也に戻した。田中のドリブルが始まる、そして矢野へのパスが通った、通った、出る足、どうだ、シュート打った、ダメだ、もう一回、もう一人フォローがいましたが、これはシュート打てませんでした、ね、あ、なるほど、その重圧が大変なんですが、逆に、チャンスですか、さあ、宮原だ、宮原、左足シュート、あとこれは帝京の選手に当たりました。ディフェンスや最終ラインのディフェンスが楽になっていると思います、なるほどね、今井さん、はい、川口さんの言う通りで、小沼監督の方からも矢野に対するフォアチェック、早いアプローチをしました。さあ、チャンスだ、さあ、お、金子上がってきた、4番の金子ドリブルで上がってくる、そして10番宮原、宮原キープ、宮原一旦戻す、ここから、あ、ここでどうだ、東福岡のフリーキックか、イエローカードを今主審の片山さんが用意しました、イエローカードを用意しました、警告です、警告、2番の松本に警告です。帝京高校はこれで全体としては3枚です。権藤が2枚で今日は出られません。それ以外はイエローカードありませんでしたが、松本がイエローカード、警告を1枚もらいました。さあ、この 24.7m ゴールを守る日野、リスタートが勝負の時ではリスタートを与えないっていうのが一番いいことなんですけどね。そうなんですね、その今松本君がちょっと自分を自制しなきゃいけないところですよね。はい、冷静に状況を判断しなくてはいけません。さあ、ここは東福岡絶好の同点に追いつくチャンス、連覇に王手をかけた東福岡、金子が蹴るのか、金子だ、壁に当たった、大きくクリアしました帝京、コーナーキックからの得点が半分あります。東福岡8得点のうち4得点がコーナーキックから。さあ、そのコーナーだ、今度は誰に合わせるか、ポンと上げたい、キーパージャンプしてクリアした、クリア小さい、宮原右足の浮かしたシュート、どうか、これはヘディングでクリアした、ヘディングでクリアしました、宮原絶妙のシュート、もう一回江ノ下、7番の江ノ下、田中達也がボールに寄っていきます。14番ボールをキープしようとする東福岡、また立て直す、波状攻撃をかけたい東、しかしまた浮かしてクロスを入れていきましたが、向こう側追っていく寺戸、宮原、山形、宮原、宮原だ、10番の宮原ボールをキープ、さあクロスを入れるぞ、まだ上げない、左足で上げていった、大馬か、さあここはシュート打てません、もう一回立て直してシュート、どうか、キーパーキャッチ、さっき顔をちょっと目尻を切った前田隆のシュート、前半のロスタイムは1分という表示が出ています。さあ、3
3本目のコーナーキック、もう完璧に37分以降は赤いユニフォーム東福岡の独壇場という感じです。波状攻撃の連続、これを耐えて忍んで0点で取り返せるか帝京。ここは勝負の分かれ道、ポイント上げて、さあ中に入ったシュート、空振りだ、もう一回打つ、あっこれもジャストミートしたい、ジャストミートしたが帝京押し返し、跳ね返す、さあチャンスになった、逆に田中達也だ、14番の田中、田中ドリブルだ、ドリブルで持っていく、 40m、50m ドリブルだ、さあシュート打てるか、シュートまでは持っていけない、田中達也一旦戻す、そして豊島がクロスボール、豊島クロスを上げてヘディングでつないで、シュートは今度は帝京か、左足のシュートを打ちました、キーパー富永キャッチ、14番田中、東福岡の13番の、はい、大場君ですね、すごいいい戻りしましたよね、そうですね、田中君の単独ドリブルを、なんとかこうプレッシャーかけてました、いやー素晴らしい攻撃だ、もう一回寺戸クロスで、寺戸もう一回ボールを追う寺戸、宮原が手を挙げている、左手を挙げている宮原、ボールの正面だ、もうロスタイムが1分を過ぎています、同点に追いついて東福岡は終わりたい、帝京は1対0とリードして終わりたい、その思惑が正面からぶつかっています。10番の宮原、宮原ボールをキープ、どっちで出るか、2人マークだ、帝京も必死のディフェンスだ、ここで前半終了、決勝です、前半終了、決勝の前半40分が終わりました、今田島さんのお言葉通り決勝にふさわしい素晴らしいゲームです、前半ちょっと振り返りましょうか、得点シーン、ちょっと疲れました東福岡、これは前半の17分18分です、ここで本当に矢野君がですね、はい、いい体の向き作ってたからあのボールに対して反応できましたよ ね、 そうですね、非常にいいプレーですね、はい、第77回全国高校サッカー選手権大会、この放送は民間放送44社の共同制作で東京の国立競技場からお送りしています。